それでは令和4年4月入所保育所利用申請説明会を始めさせていただきます例年10月上旬に区役所で開催している当説明会ですが新型コロナウイルス感染症予防対策の観点から動画で公開させていただく形となりましたこの説明会の内容は主に保育所等の申請手続きについてとなっております なお、すでに公開中のプレ説明会パート1からパート3の動画では、令和3年度の利用案内や、令和3年4月の入所状況に基づいた多摩区の入所環境、預け先の確保などについて説明しておりますので、まだご覧になっていない方は併せてご覧ください。説明に入る前に、この動画と一緒にご覧いただく資料についてご案内いたします。ご準備いただく資料は、まず画面左 令和4年度利用案内ですこれからスライドを流しながらお話ししていきますが画面の右上に関連する利用案内のページを載せておりますので利用案内の該当ページをご確認いただきながらご覧くださいまた中盤以降は申請書類についての説明となりますので申請書類1式もご用意ください利用案内申請書類は区役所児童家庭科の窓口で入手または川崎市ホームページからダウンロードができます それでは説明内容に入っていきます子どもの預け先には保育所や一時保育、幼稚園などいくつかの種類がございますこのうち保育所は保護者が仕事や学校、病気などで日常的に保育ができない場合にお子さんを保護者の代わりに預かる児童福祉施設ですそのため、例えば保護者がお休みの日など保育の要件がない日は保育所に預けることはできません日常的に保育が必要となる場合は 左側の保育所等または認可外保育所の申し込みができますこのうち保育所等は川崎市の申請が必要となりますこの説明動画でお話しする申請手続きについては保育所等への申請についてとなりますのでご留意くださいお子さんが保育所等に入所する年齢は4月2日時点での年齢により決まりますこれをクラス年齢と言います クラス年齢は年度途中の入所であっても、同様に4月2日時点の年齢によって決定されます。例えば、4月2日時点で0歳のお子さんが年度途中に1歳になった場合でも、申し込みできるのは0歳児クラスとなります。0歳児クラスの場合、保育所により受け入れ月齢が異なります。入所を予定する月の1日時点で受け入れ月齢に達していない場合は、その保育所には申し込みできませんのでご注意ください。 保育所等の申請時期などについて説明いたします。多摩区在住の方の申請は、多摩区役所1階の児童家庭課の窓口にお持ちいただくか、郵送にて受け付けます。4月入所の場合の窓口での受付期間は、10月11日月曜日から11月10日水曜日までとなります。郵送の場合、締め切り日が窓口よりも早く、10月29日金曜日、決心有効となり、郵送先は区役所ではなく、 事務処理センターとなりますのでご注意ください提出時期についてですが10月下旬から窓口が大変混み合いますまた書類不備がある場合受理できず期限に間に合わなくなる恐れがありますのでできる限り早めの申請をお勧めいたしますなお4月入所ではなく年度途中に入所を申請する場合は利用希望月の前月の10日までに申請してください 申請から入所決定ままでの主な流れについいてご説明いたします令和4年度版の申請書類を区役所の窓口で入手または川崎市ホームページからダウンロードいただき必要な書類を窓口持参の場合は10月11日から11月10日まで郵送の場合は10月29日決印有効でご提出いただきますその後、区役所でランク判定とそれに基づく利用調整を12月から1月にかけて行い 1>, 1月下旬に内定または保留の結果を通知いたしますここで皆様に改めてお伝えしたいことがございます10月下旬以降窓口が大変混雑いたしますそのため必要な書類をできるだけ早めにご用意いただき待ち時間の少ない10月中に申請されることをお勧めいたしますまた多摩区役所では10月18日から11月5日までの間 事前に予約して申請書を窓口にお持ちいただく方法も受け付けていますその他郵送での申請を窓口で受け取る窓口ボックスも設置しておりますのでご活用ください詳しくは多摩区役所ホームページで紹介していますそれでは申請書類の種類について説明いたしますご提出いただく書類には大きく分けて三種類ございます 1>, 1つ目が申請する方すべてに共通で必要となる必須書類2つ目が保育を必要とすることを証明する書類ですこちらも必須書類ですが保育を必要とする自由によりご用意いただく書類が変わってきます3つ目が世帯状況に応じて必要な書類です窓口では両親が会社員など居宅外で就労する一般的なパターンを想定して 必要書類一から三を一通りカバーした申請書類セットをご用意しています自営業の方や最近市内に転入された方の場合はこのセット以外の書類をご用意いただく必要がありますここでは申請する方すべてに共通して必要な必須書類を具体的に見ていきたいと思います必須書類は三点ございます一つ目が教育保育給付認定変更申請書 2つ目が保育所等利用変更申込書兼児童台帳。3つ目が保育所等利用申込に関する確認表です。1、2の記入にあたっては記入例に従って進めていただきますが、ここではこれらの書類の記入上の注意点についてご説明いたします。まず必須書書類類ののつ目でです書類の名称が長いため以下では 給付認定申請書と略称いたしますこちらは保育の必要性の認定を受けるために提出いただく申請書です給付認定申請書の下の方に認定希望日という項目がありますこれはお子さんを保育園に預け始めたい日と考えてください4月入所希望の場合は翌年度4月1日をチェックしてください その右横に利用区分の希望という項目があります。こちらは保育の使用量に基づき選択いただきます。保育の使用量については、次の画面で少し詳しく見ていきたいと思います。保育の使用量とは、一日に保育所を利用できる時間を意味します。保育所を利用できる時間は、一日最大十一時間の。保育標準時間と、一日最大八時間の。 保育短時間の2種類がございますいずれの利用区分になるかは保護者の就労状況に基づき判定されます目安として、月に120時間以上の就労または1日あたり就労時間、休憩時間、通勤時間の合計が8時間以上となる場合は保育標準時間の認定を受け1日あたり最大11時間のご利用が可能となりますこれを下回る場合は保育短時間の認定となり 一日あたり最大8時間のご利用となります給付認定申請書の利用区分はこの目安をもとにご選択くださいなお給食中の方は保育短時間となりますのでご注意ください次に必須書類の2つ目保育所等利用申込書兼児童大臣について説明いたします以下では利用申込書と略称いたします 利用申込書は主に希望保育園やお子様の健康状況等を記載いただく書類です。いくつか注意点がございますが、まず表面について説明いたします。下段の健康状況の欄には入所選考には影響しませんので、お子様の健康状況をできる限り具体的にご記入ください。上段の入所を希望する保育所等の欄については、次の画面でご説明いたします。 川崎市では最大20施設の認可保育所を希望できます認可保育所に預けることを最優先したいという気持ちが強ければ幅広く検討し通える範囲で希望への数を増やすことが大事ですこの利用申込書の希望保育園の枠は第8希望までですがもし第9希望以上の希望保育園があれば利用申込書の別紙に記入してご提出くださいまた、 多摩区以外の区の認可保育所を希望することができます市内であれば、他区の保育園だからといって選考に有利不利はございません区境近くにお住まいの方は隣の区の保育園の利用もぜひご検討くださいなお、記載いただいた保育所の希望順位により入所が有利になったり不利になったりすることはございません複数園に内定の状態となった場合最終的に希望する上位の園に内定となりますので 必ず入園したい保育所の順番にご記入ください次に、利用申込書裏面の注意点をご説明いたします裏面上段に、祖父母やその他の同居者の状況についてご記載いただく欄がございます高校卒業後の18歳以上、65歳未満の親族と同居する場合は同居親族の就労証明書など保育を必要とする自由ごとに同居親族分の確認書類が必要となります 保育を必要とする確認書類は、後ほど詳しく説明いたします。利用申込書の裏面下段に、兄弟姉妹2人以上で申し込む場合という項目があります。これは、兄弟同時に入所申請をする場合に、保護者の意向を伺うもので、同じ保育園で同時期の入所のみを希望、同時に入所できれば別の保育園でもか、など、いくつか選択肢があります。兄弟同時に申請する場合、 入所選考は、この選択いただいた内容に基づいて行われます。したがって、同じ保育園に同時期のみの入所を選択した場合は、その条件を満たさなければ、兄弟二人とも認可保育園に入所できなくなります。選択した内容によっては、そうしたリスクが生じることをご承知の上、選択肢をご検討ください。裏面一番下の入所希望日に入所できなかった場合という欄は、 入所が保留となった場合に、アフターフォローの参考といたします。入所選考には影響しませんので、忘れずにご記入ください。以上が必須書類記入上の注意事項となります。ここからは、保育の必要性を確認するための書類についてご説明いたします。認可保育所等をご利用になるためには、保育の必要性の認定を受ける必要があります。保育の必要性に該当する自由は、 月64時間以上の就労や就学、給食活動、妊娠・出産など複数あり、保護者に該当する自由に基づき必要な書類をご用意いただきますなお、産休・育休・就職中の方は、妊娠・出産ではなく、就労が保育の必要性の自由となります画面には、保育をしようとする自由別にご提出いただく書類をお示ししております 保育を必要とする自由は、画面にお示ししているもの以外にもございますので、詳しくは利用案内10ページをご確認ください。以下では、保育の必要性を確認する書類のうち、代表的なものを3つ取り上げ、ご説明いたします。会社員やパート等、居宅外労働に従事している方にご提出いただくものが、就労証明書です。就労証明書は、勤務先に作成いただく書類です。 入賞を左右するとても大事な書類なのですが、毎年記載漏れが多数発生しております。裏面に記入例がございます。会社に作成を依頼するときは、用紙裏面の記入例や注意事項を確認の上、漏れがないよう申し伝えていただくようお願いいたします。その上で勤務先から受け取ったら、提出前に必ず記入漏れや不備がないか、保護者自身も確認するようお願いいたします。 特に記入漏れが多いのが雇用期間です。ここにはいつから働き始めたのかという就労開始日を記載してもらう必要があります。ここが記載されていないと1年以上就労実績があるかどうか判定できず、点数をつけられなくなってしまいます。また、雇用期間の右側に更新予定という項目があります。有期雇用の場合、こちらに更新予定の有無をチェックしていただきます。なお、 シフト勤務の方の場合は、就労証明書に直近1ヶ月分のシフト表を添付していただく必要がありますので、ご注意ください。就労している方の中で、自営に該当する方は、就労状況申告書をご提出いただきます。会社員の方とは異なり、こちらの書類にはご自身で記入をいただきます。用紙の裏面にも記載項目がございますので、忘れずにご記入をお願いいたします。 自営の方の場合、この就労状況を申告書に加え、自営を証明する書類として、直近の確定申告書、会議届け、営業許可書のいずれかの写しを添付いただきます。万が一該当するものがない場合は、お早めにご相談ください。また、親族経営の会社に就労している場合、状況により自営になる場合と就労証明書の提出で良い場合がありますので、親族会社に勤務している場合は事前にご相談ください。 給食活動、中の方の方場合、給食活動・企業準備状況申告書、県誓約書をご自身で記入し、ご提出いただきます。給食活動、企業準備状況申告書、県誓約書をご提出いただいた方が認可保育所に入所した場合は、2ヶ月以内に月64時間以上の就労を開始いただく必要があります。なお、高校卒業後の18歳以上、65歳未満の同居親族がいる場合は、 その方の保育を必要とする自由ごとに、こうした確認書類をご提出いただく必要があります。以上が代表的な保育の必要性を確認する書類の説明となります。妊娠・出産の方、疾病の方など、その他の自由により必要となる確認書類については、利用案内の十ページでご確認ください。保育を必要とすることを証明する書類は、 入所選考時のランク・点数を判定する重要な根拠書類となります。書類に記載漏れや不備があると、ランクや点数が付けられなくなることがあります。繰り返しになりますが、保育を必要とすることを証明する書類は、記載漏れや不備がないか、記入例や利用案内の10ページを必ずよく確認の上、ご用意ください。 ここからは世帯状況に応じて必要な書類の説明となりますその中でも代表的なものを3つ取り上げご説明いたします1つ目は育児休業期間に関する同意書ですこれは育児休業を取得中の方を対象とするもので保育園への入所が決まった場合育休を切り上げ入所する月の月末までに復職することをお約束いただく書類です育休を取得している方の名前で署名してください 2つ目は財源受託証明書ですこちらは川崎認定保育園や企業主導型保育園事業所内の託児所等をご利用いただいている方を対象とする書類となりますご利用中の保育施設に記入してもらうものですなお川崎認定保育園や企業主導型保育園をご利用中の場合この書類を提出する代わりに契約書と連絡帳の最初の登園日と直近の登園日のページの写しをご提出いただいても構いません この場合、在園受託証明書に記入する内容が確認できることが必須となります。3つ目は、市民税課税証明書です。こちらは、川崎市民となった日や育休の取得時期により必要な場合がございます。比較的、最近引っ越されてこられた方の場合、以前お住まいの自治体から市民税課税証明書を取り寄せていただくことがあります。該当があると思われる方は、利用案内12ページのフローチャートで、 書類提出の用紙と必要な課税証明書の年度の確認をお願いいたします以上が世帯状況に応じて必要な書類のご案内となりますがご家庭の個別状況によっては他にも書類が必要となる場合があります利用案内十一ページでよくご確認いただくようお願いいたします令和三年度と令和四年度の申請を新規に行う予定の方へのご案内となります 令和3年度の12月1日から翌年の3月1日までのいずれかの時期に入所を希望する申請を行う場合は令和4年4月の入所申請と同時に申請することをお勧めいたします同時申請の場合、申請書類についてはそれぞれ指揮必要となりますが就労証明書などの証明書類は令和4年度分に原本を添付し令和3年度分についてはコピーの添付で構いません 申請手続きについての説明は以上です終盤では特に伝えておきたい内定について保育料についての2点を説明します内定については特に注意をいただきたい内定自体の取扱いについて説明いたします内定を辞退した場合は申請自体が取り下げとなりますそのため改めて認可保育園の利用を希望する場合は書類をすべて揃えて再度申請をいただく必要があります ご注意いただきたいのは、4月入所の内定を辞退した場合、仮に4月入所の追加募集を行っている縁があったとしても、改めて4月入所の申し込みはお答えません。4月の内定を辞退し、再度申請した場合、入所選考の対象となるのは、5月1日入所以降となりますので、ご注意ください。保育所等の保育料について説明いたします。保育料は3歳児クラス未満の場合 利用する保育所の種類や世帯の市民税所得割額の合計額に基づき算定されます保育料の算定にあたり住宅ローン控除やふるさと納税控除などは適用されませんのでご注意くださいまた同一世帯において兄弟が認可保育所等や幼稚園、認可外の企業主導型保育園に在園し3歳児未満2人目以降が認可保育所を利用する場合 2人目の認可保育所の利用料金は半額。3人目以降については無料となります。なお、幼児教育・保育の無償化により、3歳から5歳児クラスのお子さんの認可保育所等の保育料は無料となります。ただし、給食費や実費負担分の経費は支払いが必要となりますのでご留意ください。最後になります。必須書類の3つ目。 保育所等利用申し込みに関する確認表についてお伝えいたしますこの確認表には申し込みの際や内定後入所後のことについての必ず守っていただきたい事項等が23項目掲載されています一つ一つをよくご確認いただいた上でご申請をいただくようお願いいたしますまた、この確認表のトップにも記載がありますが令和4年度利用案内を 必ずお読みになってから申請いただくようお願いいたしますこの動画での説明は以上となります冒頭でもご案内いたしましたがすでに公開中のプレス説明会パート1からパート3の動画をまだご覧になっていない方はぜひご覧ください以上となりますご視聴ありがとうございました